GD 夏フェス。日本最大のホストグループ、グループダンディが催す夏の祭典。各ホストクラブの猛者たちが集まる栄光の舞台。この場で躍動したキャンディーの男たち。グループダンディ上半期売上ナンバー3。彗星のごとくキャンディーに降り立ち、瞬く間にその頂点をつかみ取り、歌舞伎町に衝撃を与えた5100万円プレイヤー柏木神社。 GD 夏フェスイケメンコンテスト準優勝。8月9月で圧巻の2ヶ月連続ナンバーワンを果たし、キャンディーの頂点に立った3500万円プレイヤー七海蓮。 GD 夏フェスイケメンコンテスト準々優勝。今年キャンディーに電撃移籍。7月に惜しくもナンバーワンは逃したが、キャンディーのナンバーツーに立ち、自身のバースデーでは驚愕の光景を我々に見せた。芸能人ホスト2200万円プレイヤー立花未来。夏の祭典で躍動した彼らが今宵集結する。夏フェス参戦後の率直な思い、年間表彰に向けての目標など、さまざまなことを語る。グループダンディ上半期売上ナンバー3、柏木神社です。よろしくお願いします。グループダンディ上半期売上トミス県外のレイクです。お願いします。これイケコンでいいですよね。イケコンでいいですよね。俺はね、俺はイケコンでいきますよ、はい。イケメンコンテスト3位の立花未来です。お願いします。めっちゃかっこよかったですね。夏フェスすごかった。いやあれはかっこよかったですね。ホストやってるならあそこに立つためにやってると言っても過言ではないぐらい圧巻のショーといいますか、いい機会だったなと僕は思います。グループダンディが一度に返すっていうのも、やっぱこんだけ人数いる中でそれで壇上に立つ、やっぱ神社さんはやっぱすごいなって、やっぱ本当に思いましたし、いい刺激でしたね、本当ね。あの景色っていうのは本当一生忘れられないものになるなっていうようなステージだったので、あれを作られてるやっぱりグループダンディさん、本当に素晴らしいなと思います。近くにキャンディーのみんながこう立っていてくれて、で声援をかけてくれて、で全体を見渡したらグループのトップのホスト達がもうたくさん勢揃いしていて、こういうことを言おうと思ってたことはあったんですけど、まあ、全くそれ通りにはもう喋れなかったですね。むしゃぶりというか、こう自分が今どこにいるのかっていうのを再認識するというか、夢心地というか、本当もう宇宙にいるような感じで、もう全然何言うかとか本当出てこなかったです。楽しかったですね。結婚は正直出たくなかったんですけど。そうなの？ちょっとしんどかったっすね。レン君ってめちゃくちゃハート超熱くて、たくまさんとやっぱ本当にめちゃくちゃ練習したと思うし、イケコンにかけるなんか熱量みたいなところはめっちゃ感じたんで、純粋に見てて結構感動したっすね、僕は。あざすやばい。該当ゼロ点なんで、本当ウェブ投票だけでしかね、僕ら進めなかったんですけど、まあでもね、ウェブ頑張ったよね、多分ね。本当にやっぱお店の力、いや本当に投票だけであの順位までいけた。そう、本当にみんなが協力してくれたことなんで、本当に一般人受けは悪かった。みんなが日頃からお客さんを掴んでお店に来てくれるみたいな、その人数にもよるんで、本当に多分キャンディーじゃなかったらそこまで多分票は入らなかったと思うし、
練習をしたんですよ。本当にそのパフォーマンスを完成だったりとか、じゃあどういう風に答えてほしいだったりとか、練習をじゃあ月のミーティングだったりとかで結構本当に時間を何時間も取って練習だったりとかをしてて、夏フェスでみんなそういう風にやるんだなって思ったんですけど、他の店舗がマジで一切そういうのがなかったから、逆にだからキャンディーが本当にその夏フェスにかけるところっていうのはめちゃくちゃその会場で一番感じれたっすね。なんかめちゃくちゃ心強かったですし、練習してる店舗多分なかったと思いますね、キャンディー以外で。フラワー代表がもう誰よりも大きい声で大きく手を挙げて応援していて、当日もその練習の時からも代表がこんなに大きい声でこんなに綺麗で応援してるんだったら、もう隣にいる俺がボソボソと応援してられねえなと思って、もう僕もフラワーさんに負けないように声出さないとって思ったんですけど、そういうのが自然と全員に伝染しているというか、もう応援の段階からもうその応援している側なのに1位を取りに行くぞっていう本戦に出ているような、それぐらいの気持ちで応援していたので、他の店舗さんに比べてはダントツで一番だったんじゃないかなと思います。ちょっと売り上げがある他社の子たちってまあちょっとサボったりだとか、まあクールぶったりするんですけど、もうそういう人たちこそなおさら大きい声出して、あの幹部が一度声を張り上げて応援していたので、団結力は本当に凄まじいなと思いました。どんだけ印象に残るかなと思うんで、楽器の方がいいよって言って、楽器やりますってなって、一からもう本当一緒に探しに行って、音源も作ってくれてとか、本当に全部やってくれたんで、途中からその、もう拓磨さんのために優勝しないとみたいな、くなってきた。2週間前からお店の練習も始まって、拓磨さんとキャンディーのみんなに、なんか少しでもこれだったら恩返しできるのかなと思って、自分がどうこうするっていうよりは、もう本当になんかなかなか初めての感覚だったんですけど、やっぱ一番は拓磨さんが先にもう先頭に立って全部やってくれたんで、帰ってから昼まで音楽作ってくれて、自分よりもなんかやってくれてたんで、2日前ぐらいからこれ終わってほしくないなみたいな思い始めたんですけど、なんかあんなに努力したの初めてかもしれないです。パフォーマンスでじゃあ印象に残るために何のパフォーマンスをすればいいんだろうなっていうのをリストアップして、でそれこそなんか楽器も考えたし、パフォーマンスにふさわしい何か1分間ので印象に残るパフォーマンス、そこドラムとかそこの竹間さんがやったやつとかも考えたんですけど、シンプルなものがいいかなっていうところに行き着いて、観客の目を集めるためにどういうこう演出で歌えばいいんだろうとか考えた中でのやつだったから、結局こうシンプルにたどり着いたというか、特技はなかったんですよね正直。そこが結構打診されて、あ何しようかなって考えた時に一番こう悩んだ部分というか、やりきったプラス悔しかったのが一番でかいんで、多分今後しんどいこと多分いっぱいあると思いますけど、それ以上はないなと思うんで、なんかもうそのベースとその神社さんが壇上に上がった時にみんなでお面かぶってたんですか、うん、あれを持って帰って、でなんかそのベースとそのお面をこうテレビの横を絶対毎日見るところなんで、これ見たらまた今の自分でまだまだだなって頑張れるなと思って、多分今後必要になる土台を作れた機会だったんで、すごい良かった。だから、まあ、今は本当に出て良かったなとは思います。ちなみに僕も上りを作っていただいたんですけど、そこの上りは最初テレビの前に置こうかなと思ったんですけど、自分がチラチラ映るんでちょっとイライラするなと思って、あの背面で後ろを振り返った時に、おー、柏木神社多いやみたいな感じで、あのすごいそこにこの壁もかけて、そうなんですけど、ちょっと元気いただいているので、ちょっとだけ通ずるものがあるかもしれないです。キャンディーの、首脳陣の方々が、あでもみんなの分の仮面も発注しちゃうよとのことで大量に購入してくださって、あの一日あの一瞬のために僕一人だとまあ心細いだろうというみんなのこう優しさといいますか、なのでこうみんなにも仮面をつけていただいて、なんでこう僕がしてくれこうしてくれって言ったわけじゃなくて、もう気づいたらみんなが仮面をかぶっていて、気づいたら一緒に出てきてくれていたというような形なので、本当にキャンディーの愛を感じました。すごい幸せです。パフォーマンスとしては練習しない割には8割ぐらい
はできたんじゃないかなと思ってて、でミスをしないだったりとかっていうところに意識を向けてたから、まあ、パフォーマンスはまあ別に悪くはなかったなと思ってて、強いて言うんだったら街頭インタビューでもっと得点高かったら1位取れてたんじゃないかなとか、多分本戦も勝点の感じでいくと、多分僕本戦の得点が多分1位だったと思うんですよ。ウェブもまあ結構最初4位ぐらいのいい順位だったんですけど、街頭がゼロで6位スタートだったから、もうその時点で多分優勝できないなっていうのはもう分かってたんで、だからまあいかにじゃあそのグルダンの人たちに僕っていう存在をその移籍者だから、まあ、知ってもらえるかなっていうところに目を向けたんで、順位がどうこうっていうよりもグルダンの人たちにその立花未来っていう存在を知ってもらえたら嬉しいなと思って立ってたんで、そこが伝わってればいいなって思ってますね。風林会館最上階天空の大宮殿、数々の記録を打ち立てグループダンディの絶対的存在を確立したキャンディ、グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ60人の豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。